両チームのメンバーを見ていきましょう。まずはホーム FC 町田ゼルビアです。ゴールキーパーポープウィリアム、今日は奥山が出場停止、松井が右となりそうです。チャンミンギュ、藤原、そしてフル再戦のオナガ、中盤には稲葉、下田、高橋大吾、平川、前はミチルデュークとエリキです。アウェーの大宮アルディージャのメンバーです。ゴールキーパーは笠原で、岡には大森、新座と袴田の最終ラインの予想です。中盤に高柳、栗本、芝山、茂手木、前は中野、富山という11人です。新里が184、袴田183、大森も186という登録の身長です。大きいですもんね。で富山はまあそこと近いところで180センチ、まあ、大外コーナーキック、芝山大手になっている、ヘディング、こぼれている、押し込んだ、中野、これ多分デザインして、ね、用意してきたやつだと思いますね。オフサイドなさそうですけどね、ここから見ると、はい、うまくヘディングでコントロールしたっていうよりはうまく体にぶつかって、ね、うまく反転してシュートしましたね。はい、オナガ選手打つのこれもコーナーキックとほぼ変わらないので、はい、少し今は平川と下田が何か確認を取ってました。ロングスロー、オナガ、下田、右足で打ちました。いいシュートでしたけれども、惜しくもクロスバー、素晴らしいシュートでしたね。下田こぼれて、もう一回オナガ、落ちるデューク、前でイーゾの声かかって、他には大きく前に蹴ります。こぼれている、芝山かっさらってゴールに向かう、芝山、芝山のシュートだ。大宮としたらこれ絶対決めときたいところでしたね。松井かわせればというところですが、引っ掛けて大宮、高柳、間通す、富山、タイミング測って芝山、左で振っても面白いところ、芝山、芝山カウンター、一発仕留めました。大宮アルディージャ2点目。ここでうまくね、縦のボール拾ってから、芝山選手出るの早かったですよね。サイドバックが高い位置取ってるところ、でこれ多分さっきも同じような場面、まあ、サイドは違うんですけど、ちょっとさっきはパス出せばよかったかなっていうのもイメージあった中で、まあ、最後は自分でやっぱりやろうって決めて打ったゴールだと思うんです、打ったシュートだと思うんですけど、さっき外してる分ね、決定的ちょっと迷いが出たかなと思ったんですけど、でもよく最後まで振り抜いたと思います。っていうのも多分見越して、それだったらボランチとかにボール持たせたくないっていう感じだと思うので、まあ、センターバックには持たせていいやっていう感じだと思いますね。今そのちょっと消されかけている下田が藤原に対して運べ運べって、そんなジェスチャーです、はい、もうミチルデューク、エリキー、いや、まあ、こう1点返します。こういう苦しい状況の中でもね、この2人のコンボプレーは素晴らしいですね、これもね、うまくデューク選手のね、懐に柔らかいボール入れて、ただヘディングで横パス流したボールをエリキ選手がいいコントロールから、ね、股抜きですかね。やっぱ2人のスキル技術高いですね。安井から下田、もう一回広げます、岡庭が出て、小永と1対1、小永抜き切られてクロス、リフレクション、あれこぼれた、小永、荒木に通る、荒木、荒木、コーナーキック巻いてきて、ニアス逆サイド、フリーになっている、落として左足、リフレクション、おーと決まった、エリキに最後当たったんじゃないかと思いますが、追いつきました。 FC 町田ゼルビア2対2。エリキだと今日2点目です。いいボールね、 よく触ったんですけどね、やっぱここのファーサイドのところが甘くなっちゃいましたかね。どうしてもゾーンで守れない場所がありますので、最後エリキ選手当たってますね、はい、
平川アンダーラップ中を行く、その平川へ、うん、クロスボールフリーだな、ヘディングめっちゃ出ていく、頭一つ抜けていました。ちょっと外に持ち出すのが相手足届かないんですよね。 はい、あのまま真っすぐ持ち出してたら多分足間に合ってました。藤尾ターンした、うまい、藤尾一塁デュークシュート、藤尾翔太、FC 町田テレビア試合をひっくり返しました。ここの縦パスからここのターンが素晴らしかったですよね。で深いとこ取られて相手がボールウォッチャーになったところを藤尾選手動きすぎずに自分でこのマイナスの部分止まっといてね、見つけてシュート。大宮が2点先行した後に、まあ、その後3つ取ってひっくり返しています。この反応早くしたいですね、相手が背中向けてる時に、ここが遅いですよね大宮は本当に。試合終了、後半から入ってきましたこの藤尾が最後決勝点、エリキの2ゴールもあって FC 町田ゼルビア2度リードした大宮アルディージャでしたが、そこを跳ねのけてしっかりと勝ち点3を取りました。